ビールお姉さん小川梨沙のビアフライトの時間。今日は飲み比べです。今日飲むのはチェコのブドバイゼルブドバー、そしてアメリカのバドワイザーです。この2つ名前がよく似ていますが、関係はどんなものなんでしょうか。解説は後ほど。まずは乾杯しましょう。こっちがチェコのブドバイゼル、こっちがアメリカのバドワイザーです。色が全然違います。バドワイザーの方がライトな色合いをしていますね。そして泡はふわっとしています。ブドバイゼルの方は結構麦芽感を感じるような濃い色をしています。ではまずライトめなバドワイザーからいってみましょう。それでは今日もお疲れ様でした。乾杯。爽やか。麦芽の香ばしさとか苦味もあるんですけれども、全体的にさっぱりとしていて、ごくごくスイスイといけるような味わいです。バドワイザーはすごく軽い飲み口なので、何杯でもスイスイっといけそうな感じです。アルコール度数は 5%。 では次にこちらチェコのブドバイゼルを飲んでみましょう。強い。あー、これは飲み応えがありますね。麦芽の味が濃いです。すごく香ばしくって、さらにホップのキャラクターもしっかり出てますね。苦味がガツンときます。これは地下300メートルからの良質の水で醸造されていて、700年の伝統を持つ純粋ビールだそうです。これは原材料麦芽とホップのみが書いてあります。バドワイザーの方はホップとバーレーモルト、麦芽とライス、お米が入ってます。お米が入っているとすっきりした味わいになるので、お米を入れてもう全然違う味わいになってますね。こっちはしっかり苦いビール、こっちはすっきりとしたビールという感じです。さあ、そしてこの2つの関係性なんですけれども、全く味わいの異なるこの2つのビールなんですが、最初にも言った通り名前の綴りが全く同じです。実はこれ偶然ではないんです。もともとこちらのブドバイゼルはチェコで伝統的に作られていました。この上質なビールの名前にあやかってバドワイザーという名前が付けられたんです。そしてアメリカで商標登録を取ってしまいました。そこでチェコ側はカンカンに怒って、この商標権をめぐる戦いが勃発したんです。今は合意が成立しています。ヨーロッパでバドワイザーを売るときにはバドやブッシュという名前で売っています。そしてアメリカでブドバイゼルを売るときにはチェコバルという名前で売っています。こうやって合意が成立しています。ということで、バドワイザーとブドバイゼルの関係についてのお話でした。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。ぜひ皆様チャンネル登録よろしくお願いします。高評価とコメントもお待ちしております。皆さんは苦いビールが好きですか、それともさっぱりとしたビールが好きですか。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。